次に福島みずほ君の質疑を行います福島みずほ君、はいえー、希望の会社民党の福島みずほですまず共謀罪についてお聞きをいたします、えー、国際組織犯罪防止条約2000年パレルモで調印式が行われましたなぜパレルモで行われたんでしょうか。す。ですか 大臣すみません、えー、なぜパレルモでこの条約がこの、えー、採択されたか、調印されたかというご質問ですが、すみません、ちょっとご通告なかったんで、その経緯を確認しておりません、改めて確認してお答えいたします。 福島みずお君はいイタリアのシチリア、パレルモで行われたのは、組織犯罪防止条約でマフィア対策だからです、ここでやる意味があった、だからパレルモでやって、パレルモ条約と、このまさにえこの組織犯罪防止条約、だってこれ、これで共謀罪出そうとしてるわけですから、これ、パレルモ条約と、だから言われてるわけです。えー、で、この条約は、経済目的の組織犯罪を適用対象としています。 テロ対策とは関係ありませきのうもありましたが、テロ防止関連条約、日本は、えー、いくつ批准し、そしてい,いくつあり、いくつ批准してますでしょうか岸田外務大臣。わが,が国が締結しているテロ関連条約の数は、えー、13本でございます。 福島みずほ君、すべて批准していますね。岸田外務大臣。はい、あの十三本、えー、締結をしております。福島みずほ君。それに伴い、国際、国内法も整備をしましたね。岸田外務大臣。はい、あの我が国が、国際条約、締結するにあたりまして。 憲法九十八条との関係もあります。しっかり担保法を整備した上で締結を行っております。はい、福島みず夫君。はい。 日本の組織犯罪対策とテロ対策ですが、しっかり日本はやってきております。国連のテロ関係条約はすべて批准、爆発物使用の共謀、まあ、テロといえば爆発物ですが、まあ、戦前からずあるわけですが、凶暴は処罰ができます。障害の予備行為を罰する狂気準備集合罪、刀剣の傾向も正当な理由がない限り違法、アメリカでは合法とされる銃器の所持も違法です。 組織的犯罪処罰法が制定、暴力団対策法が制定、日本はテロ対策についての国内法、しっかり作ってきました、でこ,えー、この国際組織犯罪防止条約なんですが、この条約の中の、えー、中のです、ね、2条、組織的な犯罪集団の定義を教えてください。 石田上大臣はい、えー、と第2条の国際、えーえー、犯罪組織の定義ですが、えーと、これはですね、ちょっと待ってください。あえー、と金銭的利益、その他の物質的利益を、 この得るために、この犯罪を行うことを目的として、一体として行動するもの、こうした定義が定められております。 この条約の2章に定義があります、えー、つまり越境的なものそ、えー、そしてマフィアみたいなものが対策ですから、えー、金銭的な利益を売るためというのがあります、ではお聞きします、今回の共謀罪の中に、この金銭的利益、その他の物質的利益を直接または間接に売るためという要件は入っていますか岸田外務大臣。 あの今、条約の中にそうしたこの定義があるというご指摘がありましたが、まあ、そもそもこの条約の制定当時から、これ国際的な、国際的な組織犯罪、そしてテロ活動、これは極めて強い関連性があるという認識のもとに、 この議論が進んできましたこの条約そのもの、この条約の,この国際組織犯罪の中には、テロ活動が含まれるというこの議論、これは条約の制定過程においても、そして採択の時点においても、その後の議論においても、ずっとそうした 関連性が指摘をされてきていますまあそうしたこの意識のもとにその後の対応を行っております福島みずほ君この条約はできたのは2000年国連の採択も2000年です9.11テロが起きる前のことですテロ対策はここで議論になっておりません 私の質問は、この条約2条にある組織犯罪集団の定義の中で、直接または間接に利益を得る目的が入っているわけで、さっきと外務大臣、答弁されましたが、共謀罪の中にこの定義が入っていますかという質問です。法務省林刑事局長 いやいやあの,あの今回のテロ等準備罪におきましては、あのこの国際組織犯罪防止条約が、テロを含む組織犯罪を一層効果的に防止して、これと戦うための協力を促進するための国際的な法的枠組みを創設する条約であるということに鑑みまして、このテロ等準備罪はその対象となる団体をテロ組織、そして暴力団、 薬物密売組織など、重大な犯罪を行うことを目的とする組織的犯罪集団とすることを検討しているところでございます。えー、経済的利益を目的とする、まあ、犯罪組織やマフィアなども、組織的犯罪集団と認められる場合におきましては、このテロ等準備罪の対象となるという理解をしております、はい、福島瑞生君。条文の中に、共謀罪の条文の中に、金銭的目的っていうのが入っていないわけですよね林刑事局長。 あの今回あの、組織的犯罪処罰法という改正であの、このテロ等準備罪を創設するということを考えておりますが、組織的犯罪処罰法の枠組みといたしましては、この第2条で定義がございまして、団体とは共同の目的を有する多数人の継続的、継続的な結合体であって、その目的を、または意思を実現するための行為、 の全部または一部が組織によって反復して行われるものと、こういった団体の定義を置いております、これに当たるものが組織的犯罪集団という形で、今回、新たに組織的犯罪集団を定義することによって対応しようと考えております福島みず雄君。条約の中には、これはマフィア対策ですから、はっきりこういうものだ、利益を売る目的だって入ってるんです、この条約を批准するために必要だと言いながら、なぜ入ってないんですか。 やっぱりそれはおかしいですよ。なんでそれを拡大するんですか。条約の批准のために必要だという説明と合致をしていません。これはおかしいです。で、次にですね、えー、と、えー、この、えー、犯罪はどう進行するかですが、共謀罪が処罰されることの問題点についてお聞きをいたします。人の犯罪は 共謀、予備、未遂、既遂と進みます。人は悪いことを考えただけでは処罰をされない。既遂になって処罰をされる。重要な犯罪だけ予備と未遂を処罰をします。えまず、予備罪、いくつ犯罪があり、刑法上はいくつか、6つですね。それを教えてください。林刑事局長。 予備罪につきましては、あの刑法におきましては、1 2 3 4 7つの罪名について予備罪がございます、その他、特別法につきましては、全部でいくかな、えー、ただいまこの数え上げて、えー、全部を、 あの申し上げますけれども、えー、まずその特別法におきましては、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人、それから犯罪収益等隠匿罪、それから郵便法におきます事業の独占を生み出す行為、大麻取締法におきます大麻の栽培または輸出入、それから軽犯罪法におきますところの他人の身体に対する加害、覚醒剤取締法におきますところの覚醒剤の輸出入または製造、 え覚醒剤取締法におきますと、ころの覚醒剤の原料の輸入出入、または製造え、出入国管理及び難民認定法,法におきます集団密航者の収受など、えー、破壊活動防止法におきますと、ころの政治目的のための放火など、えー、破壊活動防止法におきますと、ころの政治目的のための相談等、えー、麻薬及び抗精神薬取締法におきますと、ころの麻薬輸出入、または製造等、 同じく麻薬および向精神薬取締法におきますところの抗生、この向精神薬の輸出入または製造など、関税法第108条の輸出禁制品の輸出など、さらに関税法におきますと、ころの輸入禁制品の輸入など、さらに関税法の輸入禁制品の価格外国貨物を置く場所の制限規定違反など、 関税法におきますと、この偽り、その他不正の行為による関税の面脱など、関税法におきますと、この許可を受けるべき貨物の無許可輸出など、輸出入など、アヘン法におきますと、この消しの栽培など、重法刀剣類等、刀剣類所持等取り締まり法におきますと、この拳銃、小銃、機関銃、または法の輸入、 廃棄物の処理、または清掃,に清掃に関する法律におきますと、ころの一般廃棄物、または産業廃棄物の輸出、えー、航空機の合種等処罰におき関する航空機合種、えー、国際的な協力の麻薬特例法におきますところ、この薬物犯罪収益等隠匿罪、えー、化学兵器禁止法におきますと、ころの化学兵器の使用、同じく化学兵器の製造、同じ サリ,ンのサリン法におきますとこのサリン等の発散、同じくサリン法のサリン等の製造、それから感染症の予防、または感染症の患者に関する対する医療に関する法律の一種,一種病原体等の発散、同じく同法の一種病原体等の輸入、最後に放射線を発生させて人の生命等に危険を生じさせる行為、 法の処罰に関する法律の放射線物質の発散、同じく特定核燃料物質の輸出入、これらが現行法での予備罪が定められているののすべてでございまして、数え上げますと、38の罪名となっておりますと、38の罪名となっていま、はいえー、どうもありがとうございます。 えー、強盗放火内乱外ななどなんですね重いものに関して予備罪ですで、今度の出そうとしている共謀罪、600、300共謀罪を入れようとしている、多すぎるっていうか、多いっていうか、おかしいじゃないですか、共謀、予備、未遂、起遂と犯罪が少なくなるのに、予備については刑法は7つしかないんですよ、だけれども、共謀はそれを600、いや、676、いや、300にする、おかしいじゃないですか、どうですか。 林刑事局長あのまずはあの犯罪の発展段階、必ずしも共謀予備実行という形で進んでいくものではございません。あの例えば、その殺よく共謀と予備との関係におきましては、例えば殺人を実行しようとした決意をした上えで、凶器を用意した上で、その後に共犯者を募って、 共謀するとこういったこともございますので、必ず共謀予備実行という形で進んでるわけではございません。そしてその予備罪等がない重大犯罪、これについて今回、そのテロ,等特別テロ等準備罪を設けるということにつきましては、テロ等準備罪におきましては、今後の組織的犯罪集団というものに主体を限定した上えで、重大な犯罪の合意に加えまして、 一定の実行準備行為を必要とする、そして初めて処罰ができるという形をあの取ることを検討しておるわけでございますけれども、この強固な組織構造を持ちますと、ころの組織的犯罪集団が合意をし、実行準備行為を行うということについては、極めてそこの危険性、悪質性が高いということから、そのことからそのお今回、えー、犯罪化を考えているものでございます。えー、島みずお君 よく意味がわからない、法務大臣、いかがですか。金田法務大臣、えー、お答えいたします、えー。予備罪については、条約上、その犯罪化が求められているわけではなくて、予備罪を処罰するかどうかというものは、個々の犯罪について、やはり 発生の危険性等を考慮しまして、実行の着手前の処罰の必要性と考慮して判断すべき事柄であると考えております。えー、TOC 条約の第5条1の A のい、うん、はですね、えー、重大な犯罪を行うことの合意または組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を、その未遂または規制とは別に、 犯罪化することを義務づけておりまして、予備罪を設けることは条約を担保できないものと、私は考えております。従いまして、予備罪を設けただけでは、TOC 条約を締結して、国際社会と緊密に連携をして、テロを含む組織犯罪に効果的に対処できない、そしてテロ対策としては十分ではないと、このように考える次第であります。福島みず君はい 今まで共謀罪は13、予備罪は38、それはやっぱりこれで進むからなんですよね、金田大臣、この法案の中にテロ対策という言葉ありますか金田法務大臣。<laughs> え現在、現時点で法案はあまだできておりません。従いまして、検討中の段階であります。 福島みず君テロ対策という言葉テロという言葉はないんですよ、ありません、今までもありませんでした、そして、えー、金田大臣にお聞きをいたします、えーっとですね、ここで、えー、オーバー・オ,オバート・アクト、共謀の中の合意の推進行為、これはどういうものを指すのでしょうか林警視局長。えー 国際,的国際組織犯罪処罰法の5条におきましては、重大犯罪の合意を犯罪化することを求めております。その際に、その合意の推進行為というものをが行われたことをもって初めて処罰することができると、そういった要件を加えることが要求、あの認められているわけでございます。今回、テロ等準備罪を創設するにあたりましては、こういったその重大な犯罪の合意、 という行為に加えまして、その後、その合意に基づきまして、えー、その合意を推進する行為、えー、こういったものがなされないと処罰ができないと、そういう形でのこの犯罪を創設しようと考えております、その場合の合意を推進する行為というものを、この実行の準備行為というふうに、実施の準備行為と位置づけております委員長福島みず雄君。 金田大臣、例えば ATM からお金を下ろす、こういうのもオバート行為になるんでしょうか林刑事局長。すみません、大臣お願いいしますいや事実関係ですかあの具体的なあの法文をであの放送、法案提出してから、その解釈という形ではお答えするわけでございますけれども、あの基本的にその、 重大な犯罪の合意というものがございまして、その合意の中で、合意に基づく行為として、その犯行を実施する準備行為に当たるというふうに考えられれば、それが当たるということになると思います福島みずお君。金田大臣にお聞きをいたします、このオバート行為というのは、というかですね、えこれは処罰要件ではあるが、更生要件ではないということでよろしいですか、大臣にお聞きします林警視局長。 あの処罰条件か否かというのは、高額上の概念でありまして、しかもその高額上の概念の中でも、処罰条件という概念については、さまざまな見解がございます、従いまして、その実,実行準備行為が処罰条件に当たるかどうかということについては、あのお答えする立場にないわけでございますけれども、あのいずれいたしましても、合意がありまして、 さらに実行の準備行為がないと処罰ができないという形で、今回、犯罪を構成しようと考えておりますみずこれはですね、6月と12月に与党の議員に配られた案では、こうなって、えー、案については、計画したものが、その計画をしたもののいずれかにより、その計画にかかる犯罪の実行のために、資金または物品の取得、その他の当該犯罪の実行 の準備行行為が行われた時は当該にに定めるる刑に処するつまり、刑に処するときはオバート行為が必要だけれども、問題は凶暴で、このオバート行為については、処罰要件、刑に処するための要件ではあるが、構成要件ではありません、それでよろしいですね林刑事局長あの。先ほども申し上げましたように、その処罰条件か否かというものは、これ、工学上の概念でございまして。 そのことに当たるか当たらないかということについて、えー、あの見解を述べるものではございませんが、いずれにいたしましても、いずれにいたしましても、この処罰あの、合意に加えまして、実行準備行為がなされなければ、実際に処罰はされないということでございますので、実際にその合意がありまして、その後に、えー、実行準備行為がない段階ではあの、捜査もすることができないということになります。 福島瑞生くん。違いますよ。処罰要件ではあるが、こう要件ではないんですよ。では、逆にお聞きします。金田大臣。これは共謀で逮捕交流できますね。林警視局長。あのあのう、共謀。あの犯罪に、の合意がございまして、それを推進する実行準備行為があった場合。えー、その。 これがなければ、それに対する嫌疑というものがないわけでございますので、そこに対しての、えー、まず合意がある段階で、まだ実行準備行為がなされていないような段階では、逮捕でありますとか、交留というものはできません。いや質問し もう一回説明します。はい<串>。はい、条文の書き方が構成要件では、くしすることができるというふうになっているからです。共謀だけで逮捕交流できますか。林警視局長。あの。現在立法をし,しようとしている段階で、法案を作成しておりますが、少なくとも、その。えーじ、犯罪を合意しまして、じ、その実行準備行為がまだ行われていない段階では。 逮捕、拘留などができないものとして立法する予定でございます、はい、福島みずお君。はい、これは2007年2月20日付の自民党法務部会条約憲法、刑法検討に関する小委員会の検討結果に示された修正案、個事の中では、わざわざ、えー 共謀だけでは逮捕もももも処罰もされななないいのとととすすることなどとなっています今、林刑事局長はえ、これは処罰要件ではなく、構成要件であるという答弁されたということでよろしいんですか林刑事局長。構成要件であるとか、処罰条件であるとか、そういったことについて、それをこのこ,こで明確にするということではございません。処罰条件というものに、高、え、額、ー、上のいろんな争いがございます。 従いまして、それが今回の実行準備行為が処罰条件に当たるのかどうか、公正件なのかどうかということについて、今ここではあの申し述べているわけではございません。その上で、その上でえー、重大な犯罪の合意があっただけで、実行の準備行為がまだない段階においては、逮捕・拘留などができないものとして、今回、立法をする予定でございます福島みず生君。 刑事局長、法律家ですから、正確に答えてください。合意のオーバートアクトは、公正要件になるんですか、ならないんですか、刑事事件ですから、柔軟なことです、これは、えー、公正要件になるんですか、ならないんですか。林刑事局長あの公正要件になるか、処罰条件になるかということではなく、つ例えば罪となるべき事実には、実質的実行準備行為はあの含まれております。 それから、えー、令状を請求するための,あの非議事実、こういったものについても、実行準備行為も含まれるものとして、えー、立法しようと考えております。えー、そのことによりまして、えー、当然、処罰する段階においては、実行準備行為が認定されればなければ処罰ができませんし、一方で、令状請求をする段階におきましても、実行準備行為があり、その権威があるということを署名しなければ、えー、令状請求ができない。 また令状が、えー、却下されるということになりますので、えー、この、えー、重大な犯罪の合意があるだけで、その後まだ実行準備行為がなされていないというような段階では、逮捕・拘留ができないものとして立法することを予定しております、はい、福島みずお君局長の答弁では、公正要件になるということなんですか林刑事局長。 あの罪となるべき事実に完全に入りますので、それによって、えー、最終的な有罪判決を下すときの罪となるべき事実に、このお実行準備行為が入ります。一方で、令状請求の際も、非議事実の中に含まれることになります。従いまして、えー、実行準備行為がない段階で、単に合意がある段階だけでは、令状請求をすることはできませんし、また、令状があを取得されるような事態にならないと。 そのようなものとなるように立法をしようと考えております福島みずお君私はなぜ構成要件になると断定しないのかが分からないんですが、教えてください。林刑事局長あの現在その、このようなその実行準備行為というものについて、これをその罪となるべき事実の中に含める形で立法しようとしているわけでございます。そののの場合のその実行行準備行為というものが その構成要件なのか、あるいは処罰条件なのかということについては、現在、ここであの検討結果をお示しする段階にはございません福島みずほ君。これは大きいことなんですよ、処罰条件だったら、今、いくら刑事局長が逮捕拘留の際に考慮しないと言っても、公正要件ではないわけですから、重要なことは共謀なんですよ、これが公正要件に当たるかどうかは重要な論点なのに、明言しないじゃないですか。 刑に処するものとするというふうに与党の案に書いているから、処罰要件にしかすぎず、公正要件ではないんじゃないか、つまりこの重要な論点は、オバートアクトではなくて、共謀なんですよ。今だって、公正要件なのか、処罰要件なのか言わないじゃないですか。だとしたら、この法案の問題点は、 従どおり、共謀罪と変わりがないんですよ、共謀に重要な点があるから、これを共謀罪じゃないっていうのはおかしいですよ、テロと準備行為というが、テロという言葉は今の段階で法案に入ってないですよ、与党案に示されたもので、10年間入ってないんですよ、準備行為というが、それは予備行為の前の段階のことだから、準備行為でもありません。 これはまさしく、えー、共謀罪です、そして組織犯罪集団の定義をの中身、どういうふうに条文に書かれるか、教えてください。林刑事局長、えーこんえー、現在、この組織的犯罪集団というものについては、えー、法律の中で、えー、定義を置きまして、えー、例えばその具体的なその特定の犯罪を実行すること、このことが、あのー、団体の結合のための、 共,通共,共同の目的となっている、犯罪を実行することが共同の目的となっている、えー、これが、これを、そのような団体を組織的犯罪集団という定義を置きまして、それを法文の中に明記するということを考えておりま串間瑞夫君。はい えー、沖縄・辺野古で、高江のリーダーが今、勾、え、留、ー、中、もう95日ぐらいですか、勾留中です。3つ目の非技術は、威力業務妨害罪。去年の1月、辺野古の前にブロック塀を積んだということで、1月に積んだということで、12月に起訴になりました。共謀罪の中に組織的威力業務妨害罪が入っています。団体の中で、ブロックを積もうと話をし、えー、そして ATM でお金を下ろした。これ、この犯罪成立しますか。 林刑事局長あの先ほども申し上げましたが、組織的犯罪集団という定義を置きます、従いまして、まず今回は、その犯罪の主体が限定されることになります、どのように限定されるかといいますと、かつての法案では、団体が団体の活動として、組織によってある犯罪を、重大犯罪を共謀したと。 これを組織的な犯罪の共謀という形で位置づけておりましたけれども、今回考えておりますのは、その団体、これ自体をさらに組織的犯罪集団に限るという形で限定しようと考えております。従いまして、その組織的犯罪集団、すなわち、そもそもその団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体、これだけに限られることになります。 従って、そのような普通の団体、通常の団体、会社、労働組合、NPO 団体、こういったものは、そういった犯罪を実行する目的で結合しているわけではございませんので、えー、犯罪主体からは除外されるということになります、はい、福島みずお君条文上はそうならないですよ。 会社だって途中から何とか詐欺をやろうとなれば、会社でもみんな組織犯罪を、それは認めてるじゃないですか、過去の判例で。そして、ある団体が、ある集団が座り込みをしようといった、これ、組織的力業務妨害罪の共謀ということにもなりかねません。建造物損壊罪に関する最高裁の判例、 がありますが、最高裁に来ていただいてますので、その点について、建造物損壊罪、これ、共謀罪の中にも建造物損壊罪入っています、未遂も予備も処罰しないけど、共謀罪入っています、労働組合などに最高裁で建造物損壊罪を認めています、1966年6月10日、これの11行目から19行目まで読んでください。平木最高裁判所刑事局長。 委員ご指摘の箇所を読み上げます A 公社職員をもって構成する B 労働組合東海地方本部副執行委員長等の地位にある被告人らが多数のものと共謀の上逃走手段として当局に対する要求事項を記載した現判事ビラを建造物またはその構成部分たる同公社東海電気通信局庁舎の壁 窓ガラス戸、ガラス扉、シャッター等に3回にわたりノりで調布した書位は、ビラの枚数が1回に約4五百500枚ないし約2500枚という多数であり、調布方法が同一場所一面,一面に数枚、数十枚、または数百枚を密接集中させて調布したこと等、原審の認定した事実関係のもとにおいては、右建造物の公用を現存するものと認められるから、 刑法260条にいう建造物の損壊に該当するとした原審の判断は正当である、このように記載されております福島みずお君。あるいは、えー、公衆トイレに反戦と書いたことで、えー、これが建造物損壊罪になった例、えー、最高裁2006年1月17日、8行目から26行目まで読んでください開き最高裁判所刑事局長。 1>, 読み上げます1、現判決の是認する第1審判決の認定によれば、本件の事実関係は以下のとおりである。かっこ1、本件建物は区立公園内に設置された公衆便所であるが、公園の施設にふさわしいように、その外観、美観には相応の工夫が凝らされていた。 被告人は本県建物の白色外壁に処刑のラッカースプレー2本を用いて赤色及び黒色のペンキを吹きつけその南東側及び北東側の白色外壁部分のうちすでに落書きがされていた一部の箇所を除いてほとんど埋め尽くすような形で反戦、戦争反対及びスペクタクル社会と対処した。かっこそのの対処ささ、れた文字の大きさ形状、色彩等に照らせば 本件建物は従前と比べて不定祭かつ異様な外観となり、美観が著しく損なわれ、その利用についても抵抗感ないし不快感を与えかねない状態となり、管理者としてもそのままの状態で一般の利用に供し続けるのは困難と判断せざるを得なかった。 ところが、本件落書きは、水道水や液性洗剤では消去することが不可能であり、ラッカーシンナーによっても完全に消去することはできず、壁面の再塗装により完全に消去するためには約7万円の費用を要するものであった。2、以上の事実関係の下では、本件落書き行為は、 本件建物の外観ないし美観を著しくお損し、現状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものと言うべきであるから、刑法260条前段に言う損壊に当たると解するのが相当であり、これと同志の原判断は正当である、このように記載されております。 福島水夫君。はい。労働組合や市民団体で、たくさん、監禁罪や建造物損壊罪、あるいは市民団体の、さっき、高江の件を言いましたが、医療業務妨害罪、成立、あるいは基礎になっています。えこれが、えー、組織的医療業務妨害罪として、この共謀罪の対象になることは、大いにあり得ることだ、というふうに思います。 で大阪弁護士会のチラシを見てください、共謀罪、名前を変えてもレッドカード、えこれは3回廃案になっております。え自民党は今までこれ、廃案にしてきたということがあるんですね。2006年5月22日、杉浦法務大臣の記者会見、採決を見送るように、その国体、 国会会対策委員でですすがが指示があったわけです、まあ、小泉総理が指示したのか分かりませんが、え自民党はこのえ共謀罪に関して、3回廃案に、えーし,えー、しました。こういう法案は採決すべきでないと。私はえこの組織的犯罪防止条約、テロと関係がありません。そしてテロと関係があると言いながら、この共謀罪、テロと関係ないたくさんの、 をを予備以前の行為を処罰ししようとしていますこれは大変なことだと、現代の治安維持法であり、こんな法案の提出を許さないために、国民と頑張る決意を申し上げ、私の質問を終わります以上で、福島みずお君の質疑は終了いたしました。